この日、都内の病院では危機感を抱いた多くの人が詰めかけていた。目的は風疹の予防接種だ。風疹患者数は今月21日までに1400人を超え、去年のおよそ16倍となっている。さらに感染者に特徴があり、働き盛り世代の30代から50代の男性が最も多いというのだ。その理由を長年風疹の診察と予防に携わっている小暮医師は、もう圧倒的に男性が多くてワクチンやってないんで、だいたいもう 4,5 倍は女性より多いって言われてるんですね。男性がワクチンやってないからバリアがないってことですよね。もう無防備な状況でかかる。働き盛りの男性に感染者が多い理由の一つに挙げられるのが、満員電車などでの感染の可能性。さらに日本にはその風疹を防ぐワクチンはあんまりないんですね。特効薬がない病気なの でワクチンも予防のためのがあんまりない。一旦流行るとしばらくは流行が続くことが多いです。またもう一つ注意すべき世代がシニア世代だという。風疹の予防接種ってされたことあります？記憶にないね。でも子供の時したんかもしれないけど、はいはい、もう70近いけど。わからないです。子供の時ね、覚えてませんが、風疹自体からもう考えたこともないもの。風疹に危険性を感じない人が多いシニア世代、そこには思わぬ落とし穴が。過去に風疹にかかったり予防接種をしていても、シニア世代は抗体が薄れている人が多く、再び風疹にかかる可能性があるというのだ。そして最も注意が必要なのが妊娠中の女性。一番気をつけなきゃいけないのは、妊娠中の女性がかかること。妊婦さんには絶対うつしちゃいけない、そういう病気なんですね。妊娠中に感染すると、赤ちゃんが先天的な障害を持って生まれるリスクが高まるという。未来の命まで危険にさらす風疹の脅威。国内で急増する風疹と戦うためにどうすべきなのか、その対処法とは。